どうもアグです。ということで、ブレス・オブ・ザ・ワイルドじゃないね、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、パート3やっていきましょう。ちょっとね、気づいたことがあって、違うな。これ、アルバムにね、ほら、見てこれ、ゼルダが撮ってた写真がね、残ってるんですよね。何枚も撮ってたと思うけどね、1枚にやっぱ消してんじゃん。はい。ということで、今回はね、前回こちらの誇りを、誇りじゃない、ほこら、カミカミだな、ほこらに入って、違うな。これだ。ウルトラハンドをね、ゲットしましたと。なので、うわ、すごい、見て。なんか、ゴーゴーウィストーナーみたいな。わかる？ということで、ね、今回は他のほこらを探していこうかなと思います。アグチャンネル。でね、ほこら、あ、ここにあるね。まあ、こうやって、ちょっとピンをね、打ってって、他にもある？で、そこに行くと、ここにもある。なんか、パッと見、見つかる2個だけかな。まあ、進んでいったら、他のほこらも見つかるんじゃないかなということなので、まあ、とりあえず今見つけた2つ、攻略していければなと思ってます。ピン打ったね。あー、そうこうだね。オッケー。いや、どうやって渡るんだろう。なるほど。だから、こういう時に、ウルトラハンドを使うってことか。掴んで、つけて、でまた掴んで橋にする。こうだね。オッケー。いや、便利、マジで便利。で、ん、あ、リンゴ。オッケー。はい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 。ここも行ってと。なんかそんなに敵いないね。あ、ホタル、ホタル。ホタルいる。ホタルいる。あ、逃げられちゃった。いや、なにこれ。え？なんかいるけど。ラウル。彼らは今も変わらずに働いているんだね。もともとは我らの従者として作られた存在だったが、我々は共に暮らす仲間のように思っていたよ。いまだに己のなすべき責務を果たしているには驚いたが、もはや使えるべき存在がいないというのは少し寂しいね。確かに。薪の束。いや、壊せねえのかよ。これは何？あー、これイカダか。これさ、思ったんだけど、ウルトラハンド出して、掴むでしょ？掴んで、これどれぐらいくっつけれるんだろう。例えばくっつけますと、 OK？ ちょっとでかくしよう。かっこよくしよう。やっぱウィング、こういう、なんだろう、回転したいな。おお、いいね、いいね、いいね。こういう感じにしたい。ちょっとでかくしよう。R を押しながら。おお、いいよいいよ。かっこいい、かっこいい。これいいね。これ楽しいよな。これ。ちょっと土台を大きくしよう。オッケー。で、これも使おう。回転して、ちょっと角度、角度。こんな感じ？これもつけるか。せっかくだし。これは、ちょっとここかな。オッケー。で、
持っていこう。すげえできた俺の船。どこだ、水はどこだ。ちょっと重いよ、ちょっと重い。水はあったあったあった、向こう岸だ。だからちょっと重い。向こうに、オッケーオッケー、やめて、待って、落ちないでよ、落ちないで、落ちないで、俺の船落ちちゃった。これ届くかな。あ、いけたいけた、船のおかげでいけた。で、いや、これはね、もうこういう、いや、これはもう狙ってた。これで掴んで、え、待って、掴めない、角度か。船を救出したい。来た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 、よーしよしよしよし、浮かべろ浮かべろ、来たー。うええ、まさか。あー、やっぱ主人公が乗ってたら動かないんだ。そらそうか。でもさ、ガーラはさ、自分が操ってる砂の上に乗ってたけどね。あれ最強でしょ。誰が壊せねえ。お、キノヤ。あれ、こんだけ、なんだこれは。あ、いる、かわいいやついる。おお、弓だ。オッケー、ありがとう。し、お静かに、狩りの最中でございます。森に生息する野生生物を飼っている。おや、あなた様初めてお会いしますね。なるほどね、チュートリアル。はい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 、狩りね。オッケー、うん、なるほど。まあ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 、この辺はね大丈夫かな。そういえば随分時間が経ったような。なるほど。だからこうだね。オッケー。一発で死なないの。一発で死なないんだ。どっちだ。いや、やばいな。かかったな。3発もいるの、獣肉。ありがとう。3発か。3発結構きついな。チョコみたいなやつだもんね。体力あるか。ちょっとほこら目指そう。ほこら、早く新しい武器が見たい。
さあ、ここを降りたら湖がある。これさ、おそらくさ、船作って渡るんだよね。痛くねえかそれ、ダメージ食らった。はいはいはい、ここに船の材料がある。で、向かい岸に敵がいると。まあやるか。ナイス。太い棒。オッケーオッケーオッケー。さあ、こっちには、やばいなこれ、永遠と見れるな。あ、待って、今斧拾った。うわ、斧だ。なんか、何、なんだこの青いの。リンゴ、リンゴ。じゃあウルトラハンドで、ウルトラハンドで作っていきますよ。まず、いい感じにつけたい。つけます。つけて、ウルトラハンド掴む。で、回転で上向きにします。まっすぐ向いてください。ちょっとウルトラハンド使ってる時、若干画面重くなるね。縦回転、これなんかも、まあつけちゃえ。これもつけよう。あ、こうか。あ、いいね。そう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 。で、これを、これでいこう。今できる最高の船作りました。待って、行かないで。飛び込むな、飛び込む。待って待って待って、行かないで。おい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 、リンク、リンク、こいつ曲がれねえ。だからちょっと離れて乗れる位置に行ってから着水しよう。着水して、じゃ動くからちゃんと行くぞ。 OK、 乗れた。で、この状態で狙う。待って、違う違う違う。ほっ、見えない。ああ、あー、もう一個砲つけたかった。あ、ダメだ、判定おかしい。いや、手前に、あー、手前になっちゃう。まあまあいいか。結構失敗してるやっぱこれ作るの面白いね。自分のなんか想像通りのものが作れて、それがね、まあ、ゲームの中でうまいこといけるって考えるとすごいよね。よっしゃー、結構苦戦したな。よし、インイサの祠、ようやく2つ目。いや、これは楽しいわ。いや、これはダメだわ。オッケー。次は何だろう。お、ラウル。来たようだね。さあ、右の手を出して。次の能力は何だ。ごまだれー。何これ。ん？スクラビルド、装備している武器や盾に物を一つ組み合わせる。あ、なるほどね。うん、
まずはこの先にある剣を抜き、それに力を与えてみる。うん、なんかこれもちょっと見たかな。なんかあのトレーラーで弓に、弓の矢になんか、なんだろう、なんか取ってきた素材の力を与えるみたいなやつをやってた気がする。だからスクラビルド選択して、え、多いわ。あー、だから、あー、まあ仮に木の棒でいいわ。これ Y を選択すると、あ、こんな感じ、コンボみたいになるね。これさ、1個だけつけれんの？あ、あー、もうダメなんだ、1個までか。おー、すごい、すげー、なんか唐揚げくんみたいな、爪楊枝がついた唐揚げくんみたいな。そこ壊したいな。壊せる？ OK。 なんかちっちゃくなるんだ、ちゃんと背中につけた時は。えらいな、えらい。わあ、気なんかあるな。あー、はい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 、理解しました。うわ、かっけえこれ。なんかてか量を言ったら炎の弓みたいな、火の矢みたいな感じだよね、多分。だからスクラビルドで、違う違う違う、いいので、あ、違う違う、弓をつけて、あ、弓は普通につける素材を選べるんだ。キノコじゃないよ、つけるの赤いやつ、これこれこれ、これでこうか。ナーイス、いいね。小さな鍵、へえ、こんなのあるんだ。はいはいはい、ここか。はいはいはい、 OK。 で次は、なんかある敵か。あ、これ燃やせってことか。うわ、待って、相手もスクラビルドしてる。これは、待って、やめてー、痛そう。あー、ごめんよ。はい、戻ってきました。もう早速火つけて上上がろう。危ない、危ない、危ないよあいつ。これ何？あ、結構効いてんな。 OK。 いや、ダメージ少な。これ火の矢だったらどうなるんだろう、どれぐらい効くかな。 OK。 いや、ダメージとんな、やられたけど勝った。隊長ゴーレムの角、隊長ゴーレムなんだ。あ、いいね、ゴーレムの弓、
かっこいい。拾えないの？捨てよ。なんか捨てよ。いらない。これ捨てよ。2個いらない。で、上にあったやつが気になるんだよね。なんだろう。これは何？うわ、武器ある武器ある。長い棒。はいはいはい。これも武器ポーチいっぱいだから捨てよう。うわー、捨てらんねえなー。これか。ポーチが出す。あ、だからこの、これ何？これ何？いてぇ！これ何？これマジってなんだろう。これなんかある？もしかして。一応やっとく？なんかこう、火つける系？なんか意味あるこれ。え、こっちもやる？あー、そういうことでしたか。はい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 。オッケー、よーし、クリア。いるわ、夫婦がおるわ。また、いや、これ、いや、これ、これ、あれだな、チュートリアル だけでもだいぶ楽しめるな。いいボリューム。楽しい。いや、これ、オープンワールド始まったらどうなるんだろう。やばいな。ありがとう。すんごい光。これは強くていいね。なんか、とこれまで出てきた武器があまりにも弱かったから、まあ初め、まあ、初期だからそうなのかなと思ってたけど、こうやって自分でカスタマイズして強くすることができるっていうのはすごくいいね。やりがいがある。これとこれつけたらどうなるのかとか、まあ、さっきのスクラビルドもそうだけど、なんか発想が自由になったね、すごく。リンク様、私、そびれたものがあり、参りました。何？どうぞ、お受け取りください。何これ？何？ん？何？バッテリー。ほう。お渡ししたのはバッテリーでございます。この地で使われてる、ゾナウギア。という道具を使うために必要なものでございます。ゾナウギアはここにはありませんので。え、この先の洞窟を抜けた先にいるゴーレムにお尋ねください。使い方も教えてくれるはず。なるほど。お渡ししたバッテリーどうぞ活用ください。なんかあれかな、なんかさ、これもトレーラーでチロッと見たんだけど、なんか電力、風力とかがある、風力とかを生み出すアイテムが手に入った時に、その、なんだろう、本当にバッテリーとして、なんか電化製品動かすじゃないけど、そういう感じの使い方ができるアイテムっていう認識かな、多分。てか、いいね、これ。強い、この武器。え、戦ってる、戦ってる、こいつら頑張れ。どっちだ、ああー、チュチュが死んでしまった。あー、チュチュが。でも、なんだろう、昔のさ、なんだろう、指令をさ、ずっと守ってさ、こうやって守ってるんだよ。そう思うとなんか寂しいよね、やっぱ。さあ、洞窟見えてきましたけど、わ、いっぱいいるな。ちょっと料理したいね。あそこ料理できるね。何それ、板のうちは。
ッケー。これ強こいで。ブラ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 。熱い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 。なんかアロワナ、アロワナ拾った。アロワナオッケー。ちょっとだけ料理しようか。これ何、これ何でもないか。あーなんかアイテムある。失礼します。兵隊エッジ、なんか強そう。これマスターソード捨てらんない？無理か。これいらないな。 OK。 あー暇、あーまあ暇つぶすはいいかな。だからえー手に持つ、手に持つ、手に持つ。料理、さあどうなる。おーいいいね。はい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 。まあそんな感じ。ちょっとだけ料理させてください。まあ適当にちょっと料理してアイテム増やしたところです。さて、まあ、目的はねここの洞窟なんで進んでいきましょうか。発見！発見とな。明かり花の種。お、なんかいる。うらうらうら！これ強っ。気持ちいいね、こんだけパワーあると。あ、待って、これ見たかも、キースの目玉。これ説明あったよね、トレーラーかなんかで。これ使ってみたいな次。なんかいる。あ、これそういうやつか。だからやめて。素材でキースの目玉選ぶんだよ。おい、おわ、追尾するんだよねこれ。早く早くリンク急いで。武器選んでないよ。いや、オッケー。何、何、迷いの落とし物。いや、あいつ逃がしたくねー。あー逃げちゃった。何だったんだ今のは。なんかいろんな敵がいるね。全然ブレスオブザワイルドとは全然敵の種類が違うね。楽しいね、知らない敵、知らない冒険。ルビー、あっちか。後ろ、オッケー。いやこれさ、武器壊れない、全然壊れないんだけど、めっちゃいいね。なんか耐久度低かったりとかしたら嫌だなと思ったんだけど、全然壊れないからさ。もしかして朽ちたマスターソードとかもそういう感じで使うのかな。古びた塔が、古昔、様式の上着。ちょっと上下揃ったし一回着てみる。おお、あ、一応このやっぱ右手の補定門はやっぱ隠さないんだ。いいね、よしっか。あれ、あ、もう出た。え、出口これ。あ、もう出口か。あー、これだ多分。ほら、これバッテリーで扇風機みたいな。うわ、なんか気になるな。いやー気になる。一応話聞きます。こんにちは。あー
これは大切な部品ですから、使うなら岸辺に落ちているのを使ってください。なるほど。大工ゴーレム。あ、壊れちゃった。一個か。OK。さてと。どうしよっか。あ、多分この上に行けっていうミッションなんだよね、多分。話聞こうか。話聞こう。教えてください。いかだが壊れた。ソナギア。ふんふん。はいはいはい。はい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 。ゾナーケアがあってもイカダが治る。なるほどね。イカダを治してあげよう。ウルトラハンドで、お、あー、ダメなんだ。すいませんでした。良心でやったんだけどな。つけて、つけて、ああ変なとこつけちゃった。これそこじゃないんだよね、おそらく。こうでしょ。これでなんか、ちょっと変なのついちゃってるけど、これで向こう岸に渡ろう。で、バッテリーの使い方を教えてください。はい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 。扇風機、叩くと起動する。叩くと起動するね。 OK。 うわー、変なとこついちゃってるから変な感じになってる。あ、バッテリー使ってる。ちゃんとまっすぐ進んでくれ。あー、でも壁沿いにでも進んでる。いいぞ。ちょっとちゃんとまっすぐ進んでもらっていいですか。やばい、いけるかこれ。あ、でも、あー、いい感じいい感じ。あー、水に流されちゃってんのか。もうちょっとね、川の上の方からやればよかったね。いや、でもまあ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 、ここまで来てくれたらあとはいけるか。オッケーオッケーオッケー、ナイス、サンキュー。これバッテリーは回復するんですか、事情で。危ないです。あー、かわいい。こんにちは。おや、この先に向かわれるんですか。この辺り一帯は特に険しい山道です。うまく環境に適応することが肝要です。私はここを行かれる皆様に山道を行く心得をお伝えしているのですが、あなた様にお伝えいたしましょうか。教えて。かしこまりました。山道を行く上で大切なのは火をうまく使うこと。ほう。火を起こせば、料理をしたり暖を取ったり。なるほど。火打ち石を火台にする。あー、これをわかる。薪と火打ち石を置いて、石とかで殴れば火がつくってやつね。はいはいはい。料理もまあまあまあわかるけど、火つけたらね。ふんふんふん。はいはいはい。薬の原料として虫は使える。はいはいはい。ありがとう。ちょっともらっていくわ。はい。ということで、順調に次の祠の方向には来てるので、一旦パート区切って、また次回のパートでお会いできることを楽しみにしております。はい。ということで、アグでした。お疲れ様でした。